野球界に新たな波乱の予感が漂っている。元メジャーリーガーであり、日米通算223本塁打を誇る強打者、筒子をよの巨人入りが有力視されている。その動向に枠体と不安が入り混じり、ンの間で議論が沸き起こっている。数年前まで日本球界を飛び出し、米国メジャーリーグでのプレーを経て、独立リーグなどでプレーした筒子を、 彼の日本球界復帰は多くの野球ファンにとって待ち望まれていた出来事だしかしその背後には確かな不安も潜んでいる筒香の巨人入りが有力視される理由はいくつかあるまず彼の左の強打者としての実績は顕著だ巨人は右の大砲であるルーグネット湯ドアの対談や主力選手のコンディション不良に悩まされており 左の打撃力を求める声が高まっていた。その中で、日米通算223本塁打を記録した筒号の加入は、チームにとって大きな補強となることが期待される。また、筒号は野球界において高い人間性で知られており、アマチュア球界にも積極的に貢献してきた。その姿勢や経験は、若い選手にとっては大きな刺激となることだろう。 さらに日本球界において彼のような強打者が再び活躍する姿はファンにとっても魅力的なものである一方で筒香の日本球界復帰には不安もつきものだ彼が米国メジャーリーグでの4シーズンで期待されたほどの活躍を見せられなかったことが挙げられる特に150キロ超の速球に対する苦手意識が指摘され 日本球界でも同様の課題が待ち受けている。彼がゴキブリに日本球界に復帰し、その課題にどのように対処するかが注目される。また、彼のポジションも問題視される。巨人や古巣の DNA など複数の球団が獲得を狙っている中で、彼が主力として期待されるポジションにつけるかどうかは不透明である。特に DNA では、 すでに実力者が多く在籍しており、彼の復帰がポジション争いを招く可能性も否定できない。筒子を義朝の巨人入りが有力視される中、期待と不安が入り混じった状況が続いている。彼の加入がチームにとって大きな力となることを期待する一方で、彼自身が抱える課題やポジション争いなどの不安要素も忘れてはならない。野球界にとっては、 彼の日本球界復帰が新たな興奮と挑戦の始まりとなるだろう。一振りのバットが全てを変えるかもしれない。その瞬間を待ち望むファンの心は高鳴っている。